オッケー、お前の水飲んでる顔からスタートだわ。はい、いいですね。いや、いや、久しぶりじゃない？お久しぶりです。お母さん、あの、誕生日おめでとうございます。お、遅いな。約24時間ぶりだけど。おめでとうございます、改めて。え、今日ヒゲ剃った？今日、ちなみにヒゲ剃りました。2日連続であんまないよね、ヒゲ剃るって。俺もそんなスパンじゃ剃らないんですけど。そうだね。青ひげになるじゃないですか。わかるわ。一日でもやっぱ。ちょっとひげ剃りでやりました。やっぱ蒸らさないとね。そう、見せました。慌てて剃ったら。昨日何の話したっけ？昨日は、いや結構喋ったな。そうだよね。まあ昔話か。まあ、山形いる時の話っすね。そうだよね。もうないよ話すこと。いや本当に。昨日相当盛り上がってましたからね。そうだね。山のさ、キャプテンってのが嬉しいって言ったよね。嬉しいっていうか、なんか想像できないよねって、違和感だね。いやでもさ、なんかインスタとか見ててもさ、俺らがいじってた山がさ、今ちょっと後輩いじるっていうのでもう違和感あるもん。わかる？なんかそうそうそう、なんか最近なんかさ、誰か乗せてさ、おしゃれに目覚めるみたいですみたいなの乗せてたじゃん。あ、はいはいはい。山が後輩をいじってるの見たこと、あんま見たことないじゃん。なんかもうずっと一生いじられキャラでしたか、ね、いじられ、だから永遠の後輩キャラだと思ってたらさ、めちゃくちゃ先輩風吹かれてでも最年長だもんね。なんつったって最年長なんで。すごいわ、よしょよしょ先輩風吹かれて。なんかさ、そう、俺らがいた時はさ、もう山も後輩いじるけどさ、なんかもうなんか言われていじるみたいな、はい、先輩から言われて、あ、そう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 、船山裕二になんか、あ、山これやれよみたいなこと言われて、それを後輩にいじるみたいな。今それもやってます。だからあ、2段階いじり。すごいな、時代は変わるね。変わりますね。いや録音してるからさ、 LINE 電話って録音できないんだね。わかる？全然もう その仕組みが全然わからない。俺もわからなかったんだけど、それこそザキさんと話した時かな、あ、 LINE 電話って その画面録画はできるじゃん。はいはいはい、あの iPhone のやつでさ、で、え、画面はできるんすか？画面もできるんですか？え、あ、できるよ。あのもうさ、画面ごと撮るみたいな、わかる？別のでってこと？違うよ、この iPhone のシュッてやってピッと押せば伝わりづらいっすねできんの？え、すごい、知らないっす。だからな、でも YouTube とかやんないとやんないっすよね。あー、でも YouTube やっちゃダメだから。え？え、どういうこと？ YouTube やんないとって、だって録画とかしなくないですか？わざわざ全然そんな機能使ったことないですよ。あ、だから言ったら、あ、でもあんまないか。その子供とさ、テレビ電話とかするとき、キャンプ中とかさ、あー、そういうこと、子供の動画とかを画面をそのまま撮れるの。そういうことっすね。でもそれにもう音声が入んないんだって。あー、ほんと、もう映像だけなんだ。そうそうそう、だから別で録音とかしないとできないのよ。え、ピンじゃないんだよちょっと、え、熱くなってきたっすよ、エアコン確かに。昨日もさ、電話1時間してその前に風呂入ってたのにさ、はい、もう一回シャワー浴びたもん、汗かいちゃってえ、俺も多分浴びるっす、この後でしょ。そっか、キャンプ中ってことだもんね、今ね。そうですね、キャンプ中です。まだ、すごいね。いつから行ってる、キャンプは？1月の13か4ぐらいかな、から2月28に帰る予定？そうっす、28。マジで？帰る予定です。指導は？山形での指導はもうスタートが、もうキャンプスタートぐらい。もっと早い。一応8日から10日ぐらいに。ああ、集合してみたいな。集合してあのやるじゃないですか、いろいろ必勝祈願とか、キックオフセレモニーとか。で、まあ、体育館で少し体動かして。ああ、もうキャンプメインみたいな。そうです。でも本当、外でやるのはもうキャンプからっすね。え、1月13でしょ？え、どこ、14かな、どこ行ったの？お前崎行って静岡。ああ、はいはいはい。ああ、ばあさんわかるっすよね、岩田行ったから。お前崎わかるよ。2周行って、鹿児島行って。あ、鹿児島行くんだ、今。そうっす。で、千葉ですね。おー、あ、じゃあもう立山行ってないんだ、今。立山行ってないっす。あの、ご飯美味しいとこ。うまいっすよね、あそこ。ファミリーを立山。良かったっすよね。いや、めっちゃ良かったよ。飯うまいしね。立山の部屋ってどんなんだっけ？あれ、和室あるとこ？立山。和室はなかったかな。あれ？
でもなんか2人部屋でそこそこ広くて、あ、2人部屋だ、海目の前で、海だったから、はいはい、そうだ、なんか砂場トレーニングしたね、一さんの砂場もあったから、ね、あったな、懐かしいだけど、伊達はまだは行ってないですね、千葉、市原なんで今は。あー、そっか、市原行ったっすよね、でもね、市原一緒、あのあれ、これも昨日話したな、だだっ広いとこでしょ、多分俺そこでね、横浜 FC と練習試合した覚えがあるんだよね、よく覚えてるな、いや、ここ怪我したの俺なんか、あと残ってるっしょ、これなんか、ほら、これ、この、そうそう、これ、相手のスパイク顔面にブーンって当たって、こっから血出て、はい、ショックすぎて、なんかここめっちゃ怪我して。ねえ、そんな気にならないです。俺だけ気にしてる。気にならないです、そんな大丈夫です。いやー、でも山形楽しかったね。楽しかったっすね。いや、なんか俺、ほんと、なんか、まあ俺、何チームだ ?8 チーム行ってるじゃん。8チーム行ってんのよ。すごいな、仙台、ジュビロ、あと鳥栖、群馬、山形、水戸、長野、青森、すごい。でも本当になんかみんなさ仲いいしさ、どこのチームもめっちゃ好きなんだけど、やっぱ特別山形仲良かったよね、多分。本当っすか、って思う俺は。なんかそんだけ行ったバンさんが言うなら結構、そう、なんか、なんだろうな、みんなさ個人個人のさ仲良しはいるじゃん、やっぱもう俺も仙台でもジュビロでもさ鳥栖でもみんないるけど仲良しは、はい、なんかさチームとしてさ、なんだろう、めっちゃ仲良くなかった？確かに俺も今でもあの頃楽しかったなって話になりますもんね。でしょ、まあメンツもメンツだけど、その頃いた人と会うとやっぱそういう話になります。でしょ、メンツもメンツだけどさ、みんなでなんかやろうよが多かったじゃん。うん、ギスさん来てからもさ、ギスさんがなんか食事会めっちゃ多くやってくれたじゃん。食事会っていうかさ、いや、なんだろう、大きかったっ、ね、いや、でかかった、マジで。なんかみんなでやろうよっていうのでさ、まあ、来れるやつだけでいいからってなってもさ、やっぱみんな結局楽しいから来るじゃん、仲いいし。はい、ね、なんかやるまではブーブー言うんですよ、今だから言えるけど。あ、そうなの、俺は言ったことないけど、お前いや、まあ、あれだね、忙しい人とか予定ある人とか、やっぱその、ね、なんかそうだ、先輩に気遣うしね、ああいうのって。うん、そうっす、行ったら行ったらやっぱ気遣わなきゃっていうのはあるから、下の方は。そうだよね、え、またかみたいなあったけど、でも結局行ったら行ったら楽しむしな。そうっす、楽しいし、やっぱね、必要だなって思います。そうそうそう、でいい意味で上下関係なくなるじゃん、なんか、うん、なくなるっていうかさ、そういう時しかさ、なんか若い選手って上に絡めないじゃん。本当っすね。そうで、間のやつがさ、上とあの若手の間つないでいじらせて和むみたいな。いや、ほんとそうです、ね、すごかったよ、それが結構大事なんですよね。いや、ほんとだから、お前今やんなきゃダメだよ、今身に染みてます、ここっすよねいや、でもディエゴのバーベキューとかもさ、うん、ね、よかったっすね、みんな呼んでくれたじゃん、ディエゴは、うん、ね、ブラジル人っていいな、俺ブラジル人好きだもん。中でもやっぱディエゴ良かったっすか。ディエゴ、あと誰いたっけ、アルセウ、アルちゃん、アルちゃん仲良かったよね。ディエゴ日本語喋れるじゃん、結構ってか、うん、まあまあまあ、うん、なんか理解してくれるじゃん。あとなんか、はい、変な通訳もいたじゃん変な通訳いましたねダニロマトス、ダニロマトスダニロマトスいたっしょダニロマトスいましたね、あいつも面白いじゃん、結局。いや、めっちゃ面白かった、ね、やっぱ陽気だよね、ブラジル人って。いいっすね。ねえ、楽しかったな。そう、まだ未だにそのバーベキューの話とかなるもん、家でもさ。本当ですか。あの山形のバーベキュー楽しかったねみたいな。あんまそれ以降あんまないのよ、家族も呼んでくれるみたいな。やっぱさ、選手同士のさバーベキューはたまにあることもあるけどさ、うんうんうん、もうあんだけ家族、そう家族子供ありでもう自由に来ていいよみたいな、ああいうのあんまないからね。やりましょうよ、来てください山形、コロナ落ち着いたら。ああ、いいね、確かに。え、なんだっけ、あそこの川、まみがさきね。まみがさき懐かしい、まみがさき、あの川の下で、下っていうかあれね、あのジャバの、はいはいはい、橋の下、ジャバプールだっけ、ジャバってプールここでよくやってたっすね、懐かしいわ、一回行ったな。いいね、やっぱまあ夏そこまで暑すぎないしね。暑いか、でも山形、
暑い時は暑いけど、まあ確かに山形 秋になっても芋煮会もできるしね。ああそうだね、そうだね。イベントできないもんね今、そういうイベントっていうかさ、そのね集まるってさ、なかなかね。あ、そうだよね、結局そうか、それはあるね、みんなでさできないもんね。そうなんですよ、ね、ただでさえ、ね、外食すんのもなんか気使っちゃうもんね今。はい、ちょっとさ一回音声チェックしていい？早めにチェックしてください。待って、包丁とトングも。